窓口ダリアはうつむかないダフリアウィルツノーモア。女性文学な老系作品。主人公はクレーム係をするという社畜の OL。この OL がダメをべらして魔法のある異世界の魔道具屋の娘として転生する。この漫画は女性文学作品なので主人公の内面のうじうじを表現するシーンが入るのですが、一般的な女性文学作品と比較してシナリオがよくできているので、男でも読みやすい作品に仕上がっているし、あんなに好きだったのにという感じでは一切なく、クズのことは忘れよう気持ちを切り替えようまだ慌てるような時間じゃないみたいな感じの性格設定しているので、男が読んでいてそっと閉じることは少ない。タイトル回収の部分は主人公が天才として成人した後に父親が弟子を取ることになる。この男が細かい気配りもできるし仕事も丁寧だという感じのシナリオを表現して、なんやかんやあって主人公の婚約者となる。婚約者になった瞬間に挙げて落とすという。実はモラハラ男で挙句の果てに真実の愛に目覚めて主人公を振る。主人公の特許を奪うなどのクズプレイを見せるという感じのキャラクター設定とシナリオ運びがお上手であり、前半ではポジティブな要素しか書かなかったので騙されてもやむなしという作りにしてある。絵柄が繊細で婚約破棄された後は現代知識無双に拍車をかけつつ、細長黒髪イケメソとのラブロマンスも書くというとても上質な女性文学作品。女性らしい感じの作画がクッソ激烈に綺麗で読みやすい上に、実は食品の作画がクッソ上手であり夜中に読んではいけない戒め。ダメになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録。